ジェームズタウンはアメリカ合衆国ニューヨーク州の西部、シャトークア郡南西端にある都市である。2010年国勢調査での人口は3万1146人だった。北西のエリー湖と南のアリゲーニー国立の森の間に位置し、シャトークア郡では人口最大の自治体である。近くにあるシャトークア湖は淡水湖であり、釣り人、ボートを楽しむ人、 自然愛好家に親しまれている。シャトークアインスティテューションは約17マイル離れたところにあり、夏の9週間で音楽、演劇、授業と講義を提供している。ジェームズタウン出身の著名人としては、コメディアンのルシル・ボール、アメリカ合衆国最高裁判所判事のロバート・ジャクソン、博物学者ロジャートオリー・ピーターソン、歌手のナタリー・マーチャンと NFL のコミッショナー、 ロジャー・アグッテル等がいた。ジェームズタウンで開発された商品としては、モンキーレンチや投票集計機があった。ジェームズタウンはかつて世界の家具の首都と呼ばれたことがあり、ファニチャーマートで開催された展示会には世界中から監修を集めていた。その展示会に使われた建物は、現在も残っており、様々な会社の事務所になっている。 ジェームズ・プレンダガスト、ジェームズ・タウンの創設者、ジェームズ・タウンの名前は、シャトークア軍の初期開拓者、ジェームズ・プレンダガストにちなんで名付けられた。その一家が1806年に、現在のシャトークア軍と呼ばれる地域で、3500エーカーの土地を購入した。プレンダガストは、現在のジェームズ・タウンとなっている地域を探検した。その地域が貴重なものだと判断したので、 1808年に、さらに1000エーカーの土地を買いました。1809年秋、プレンダガストとその雇い人であるジョン・ブロワーズが、マルタ小屋を建て、それが、ジェームズタウン発の建物となった。その後、シャダコイン川沿いに、別のマルタ小屋と工場及びダムが建設された。1855年、火の用心のために夜景が創設された。 ジェームズタウンは1827年にビレッジとして法人化され、1886年4月19日に市として法人化された。1886年4月13日にはオスカー・カイ・プライスが初代市長に選出された。ジェームズ・マレーが初代警察署長に指名され、6人の警官を率いることになった。1887年、 ジェームズタウン伝統電力会社、アートメタル、WCA 病院がそれぞれ設立された。1888年、ジェームズタウン系統紡績会社が設立され、ホリートリニティルーテル協会の礎石が置かれた。1889年、アメリカンアリストタイプ会社が設立された。1890年、ジェームズタウンでは、初の電車が登場した。1891年、 火事で三番通りとパイン通りの角にあった旧ホームステッドホテルが焼け、4人が死んだ。同年、ジェームズ・プレンダガスト図書館と支援発電所が建設された。プレンダガスト図書館、1901年から1907年の絵はがき1892年、シャトークア・ウーステッド工場が結成された。1893年、 ジェームズタウンベニア工場がネイサン・ウィルソンによって始められ、町で初のアイスクリーム会社がコリンズアイスクリームを作り始めた。1895年、市役所の組織が置かれ、市政委員会が木製の歩道を作らないことを決めた。同年、エリエザー・グリーンが市長に選出された。1896年、エンパイア・ウーステッド工場が結成された。 1898年、シャトークアタオル工場が開設された。1899年、ヘンリー・エイチ・クーパーが市長に選出された。1900年、ティンカム兄弟がその事業を始めた。ファニチャー・インデックスが出版され、ホールテクスタイル・コーポレーションが結成された。1903年、ジェームズ・タウンが上水道を購入し、JP ・ダニエルソン工具会社が組織された。 1906年、ジェームズ・エル・ウィーイクスが市長に選出された。1907年、クレセント工具会社をカール・ピーターソンとチャールズ・カイ・ホールダインが始めた。1908年、サミュエル・カールソンが市長に選出された。同年、ミュージック・スタディ・クラブとジェームズ・タウン公共楽団が活動を始めた。1九百十年、ジェームズ・タウン総合病院建設のために屈作が、 開始された。この病院は、現在も残っている。1911年、ノーデンクラブが始まった。8月6日、ジョユル・シルボールが、ジェームズタウンで生まれた。1911年9月28日、最初の飛行機が、ジェームズタウンの頭上を飛んだ。1914年、ノーデンクラブハウスが完成した。1917年4月8日、E 中隊が、 警備任務に出発した。同年、エマーソンガラス会社が出発した。1918年、飛行機のプロペラを作るためにジェームズタウン、コーポレーションが結成された。同年にはまた、ボートランディングで、蒸気船、シティオブピッツバーグが沈没した。1918年7月7日、アイラルースプリングが第一次世界大戦のフランスで、ジェームズタウン出身者として、 初の戦死者となった。1921年、ゾンタクラブが組織された。1925年、ホテルサミュエルズが売却された。同年、スコッティシュライトテンプルが正式に開設され、納税者は三番通り橋建設のために35万ドル再建発行を住民投票で承認した。翌年、三番通り橋が完成した。この橋は、現在も残っている。 1927年、ジェームズタウンはビレッジとして法人化されてから100周年を祝った。同年、ラーズ・ラーソンが市長に選出された。1930年、サミュエル・エカールソンがサイド市長を務めた。1931年、火事で旧マーティン工場が焼けた。また市はナイアガラ・ロックポートオンタリオ電力会社を買収した。エリー鉄道の駅、 1909年の絵葉書東2番通り、1910年、ごろ1932年、新しい武器庫のために整地が行われ、エリー鉄道駅が完成し、コミュニティチェストが、高級的に結成された。1933年、エルクカグ会社が売却された。また、ミルトン・カールソンとフレデリック・ラーソンが、ジェームズタウン空港を引き受けた。 教育委員会は学校林の権利を受けた。1933年にはまた、市政委員のレオン・カイ・ロバーツが市長に選出された。1934年、ジェームズタウン空港会社が空港を市に提供し、市は古い武器庫を救済センターとして確保した。ニューディール政策の一環として、新しい高校のために整地が行われ、世界教皇の間の職を提供した。 1935年、教育委員会が新しい工業美術ビルを開設し、市政委員会が北メインストリートに31万4千ドルで空港を承認した。11月、ジェームズタウン高校が正式に開校された。1937年、テンプルヘッスドエイブラハムが開設され、アルフレッド・カレッジエートエクステンションセンターが80人の学生で開校した。 1938年、ハリー・シー・エリクソンが市長になり、ジェームズ・タウン総合病院の参加文館が開設された。1939年、戦時の物資生産のために、市政府が12の計画を検討した。また、市の新しい空港が正式にオープンした。1940年、ポニーリーグ野球が始まり、E ・中隊が連邦の任務に派遣された。 1941年、ジェームズタウン市営スタジアムが開設され、サミュエル・エストロースが市長に選出された。1942年、東2番通りの拡張が発注され、火事で古い州立武器庫が破壊された。1945年、竜巻に襲われた。1946年、カーライル・シーリング博士が教育監督官に指名された。現在もある。 CC リング小学校はこのリングにちなむ命名である。1950年、ジェームズタウンコミュニティカレッジが開校した。1951年、スタンリー・エイ・ウィークスが市長に選出され、市営発電所の増設部が開設された。1954年、サミュエル・エストロースが市長に選出され、アレゲニー航空がジェームズタウンを経由して、東西方向の運行を始めた。 1955年、カール・カイサン・フォードが市長に選出された。1956年、ルシル・ボールとデジ・アーナズがジェームズタウンを訪問した。1957年、ジェームズタウン市営空港の滑走路改良のために40万ドルが追加された。1958年、新しい下水処理場が開設され、バッファロー通りポンプ場が近代化され、 ジェームズタウン総合病院の新しい胸ができた。1959年、新しい郵便局が運営を始めた。1960年、ジェームズタウンに最初の家屋が建設されてから150周年を祝った。同年、モホーク航空がジェームズタウン空港への運航を始めた。1961年、ジェームズタウンコミュニティカレッジが現在のファルコナー通りキャンパスに移転し、 ウィリアム D ・ホワイト・ヘッドが市長に選出された。1963年、メインストリートと2番通りの角に、市では最初の駐車場が開設され、フレデリック・ H ・ダンが市長に選出された。アレン通りのグランディン・ミルズが火事で消失し、歌手のナタリー・マーチャントが町で生まれた。1964年、ワシントン通り橋が完成した。1967年、 ジェームズタウン高校に増設分が完成した。また、ジェームズタウンコミュニティカレッジに新しく、科学工学ビルが完成した。同年、フレデリック・エイチ・ダンが市長に選出された。1968年、ジェームズ・プレンダガスト・フリート書館の増設分が完成した。1969年、チェリー通り駐車場が開設された。エリー・ラッカワナ鉄道の運行が停止され、 スタンディエヌ・ランディンが市長に選出され、新しいグスタブス・アドルファス児童館がオープンした。1970年、ブルックリン広場都市再生プロジェクトに最後の承認が下りた。1970年代を通じて、ブルックリン広場の家屋が移転され、多くの店舗も移った。2006年に第二都市再生プロジェクトが提案され、2007年に工事が開始された。 1980年から13回、ベイブルースワールドシリーズを開催しており、2008年には13歳、ベイブルースワールドシリーズを開催した。ジェームズ・プレンダガスト・フリート所管は、人口2万5000人から4万9999人の町におけるサービスで、ハプルアによる全国充血に定期的に入っており、2004年は第4位で最高位だった。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジェームズタウン氏は市長、市政委員会方式の政府を採用している。行政は4年間任期で選出される市長が担当し、再選の制限はない。各部門の長は市長が指名する。立法府は9人の委員からなる市政委員会であり、2年ごとに選出され、再選の制限はない。 委員のうち6人は6つの小選挙区から各1人が選ばれる。3人は自然体を選挙区に選ばれる。ニューヨークペンリーグに属する野球チーム、ジェームズタウン・ジャマーズシを本拠地にしている。ピッツバーグパイレーツの参加、1A のショートシーズンチームである。2014年のシーズン後、ウェストバージニア州モーガンタウンへの転出を発表した。ノースイースタンフットボールアライアンスに属する。 セミプロフットボールチームのジェームズタウンチーフスも、ジェームズタウンを本拠地にしている。ジェームズタウン貯蓄銀行アイスアリーナは、市内にある観客席1900席のアイスアリーナである。このアリーナで試合を行ったチームとしては、ノースアメリカンホッケーリーグのジェームズタウンアイアンメン、グレートメトロジュニア A ホッケーリーグのジェームズタウンジェッツ、ミッドアトランティックホッケーリーグの純プロである。 ジェームズタウン・バイキングス、ノースイースタン・ホッケーリーグのジェームズタウン・タイタンズ、および現在のノースアメリカン・サン・ホッケーリーグのサザンティア・エクスプレスがある。ジェームズタウン高校の男女バスケットボールチームが何度もセクションとディビジョンで優勝してきている。フットボールチームはニューヨーク州選手権で5度出場し、4度優勝した。2011年8月に第15回。 ベイブルースワールドシリーズを開催した2011年、世界ジュニアアイスホッケー選手権開催に先立って、ジェームズタウン貯蓄銀行アイスアリーナで、エキシビションゲームを3試合開催した。シャトークアモールが近くのレイクウッドビレッジにある。ジェームズタウンでは、初のジェームズウェイが開店した。後にシャトークアモールに移転した。ジェームズ地域にはいくつか大型製造業の工場があり、 地域の主要な雇用種となっている。プッシュインダストリーズは、組み立て式家具のメーカーである。カミンズインコーポレーテッドは、ディーゼルエンジンのメーカーであり、大型車両用ディーゼルエンジン工場は、ジェームズタウンのすぐ西、バスティの町にあるが、ジェームズタウンエンジン工場と呼ばれている。SK f エアロエンジンは元、MRC ベアリングである。その他タイタン X エンジンクーリングインク。 ジェームズタウンコンテナ会社、トラックライト、ブラックストーンがある。近年周辺地域で開店したチェーン店としては、ウォルマート、ケーマート、ウェグマンズ、サムズクラブ、CVS、ライトエイドがある。コネクションが発注している電話受付センターは、ジェームズタウンの2番通りとワシントン通りの角にある、ファニチャーマートビルに入っており、大きな雇用種である。本社は、ミネソタ州にある。 WCA 病院は1885年5月23日の設立であり、看護学校もあった。現在はジェームズタウンコミュニティカレッジが2年生の看護師、養成コースで対応している。医療技術と放射線治療技術の学校を運営している。ジェームズタウン総合病院が現在もジョーンズヒルにあるが、現在は公営ではなく、 WCA ヘルスケアシステムの一部になっている。精神医療部のほか、身体、薬物、アルコールに対するリハビリテーション部もある。WCA の本部は、アレン通りとフットアベニューの角にある。ジェームズタウンと試験は、印象的な農業地域の中心であり続けている。地域の指導的生産者は、ウェルジズ、モージェン、デイビット、クラフトフーズ、レッドウィングである。 シャトークア郡には約2200の農場があり、ニューヨーク州の全郡の中で最も多い。主要産品は牛乳だが、ワインやゼリーぶどうの生産量も高い。コンコードぶどうの生産量では、カリフォルニア州に次いで国内第2位である。ジェームズタウンコミュニティカレッジは2年生教育を行う、他、いくつかの大学との編入協定を通じて4年生学位を取得できる。 近年、最新式のリード認証科学ビルと3つの住居ホールを追加した。ジェームズタウン実業カレッジは、中心街中核部の近くにあり、4年生学位を提供している。市内の公立学校には、ジェームズタウン高校、パーセル、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソンの中学校3校、小学校6校がある。レッドレーダーマーチングバンドが2014年、 ニューヨーク州、フィールドバンドカンファランス選手権で優勝しており、バンズ・オブ・アメリカのコンペでも常に重決に入っている。2004年のフェデックス・オレンジ・ボールでは試合前のショーを行った。2007年12月、フロリダ州に行って、シトラス・ボールで演技した。市内にある、その他の公立学校として、レイクウッドとの試作会にある、 サウスウェスタン中央学校は幼稚園から12年生を教えている。サウスウェスタン中央教育学区には1499人の児童生徒が就学している。大きなキャンパスに3つの建物がある。2002年9月に開校したサウスウェスタン小学校には幼稚園前から5年生の655人の児童が通っている。6年生から8年生を教える。 中学校には356人、9年生から12年生を教える高校には441人が通っている。サウスウェスタン中央教育学は市の西端にある。その学区には、レイクウッドやセロロンのビレッジ、バスティの町、ウェストエリコットの田園部や郊外部が入っている。ジェームズタウンと周辺地域では人口が約6万人となり、ペンシルベニア州、 エリー市からは東に40マイル、バッファロー市からは南西に70マイルに位置している。ジェームズタウン市の北にシャトークア軍、ジェームズタウン空港があり、定期便やチャーター便が運行されている。エリー市の高知 USA がバス便を運行している。グレーハウンドにはバッファロー市で乗り継ぐことができる。シャトークアカーツの軍全体のバス便があり、またいくつかの会社のタクシーもある。 長距離鉄道現在のジェームズタウンは、ウェスタニューヨークペンシルベニア鉄道の本線上にあり、貨物列車が運行されている。アムトラックはこの地域を通っていないが、高知 USA の現行線を、スルーウェイモーター高知のバス便が運行されており、バッファローのエクスチェンジ通り駅から旅客列車を利用できる。1970年代までは、 ニューヨーク市とシカゴ市を結ぶエリー鉄道など4つの鉄道会社線がジェームズタウンを通っていた。1976年、エリーラッカワナ鉄道がコンレールに吸収され、最後は1998年にノーホークサザン鉄道と CSX トランスポーテーションに併合された。エリー鉄道が使っていたジェームズタウン駅は現在も残っており、2003年に アメリカが衆国国家歴史登録財に指定された。電鉄電気都市間鉄道である、ジェームズタウン・ウェストフィールドノースウェスタン鉄道が、ジェームズタウン、メイビル、ウェストフィールドの3つの町をつなぎ、シャトークアコの北側を通っていた。旅客電車は1947年に停止され、貨物のみ運行されていたが、それも1950年に終わった。軌道と通行権はゆるりと消えていった。 ありがとうございます。